チュピコムトピックス。この番組は地域のニュースやイベント情報をお届けします。任期満了に伴う広島県知事選挙が12日に行われ、無所属で現職の湯崎秀彦さんが3期目の当選を果たしました。まだ当選確実という方でございますけれども、このように早くですね、当確を、打っていただいて、本当に身が引き締まる思いがしております。この広島県、本当に素晴らしい県、生まれ育ち住み働いてよかったと心から思える広島県づくりに邁進をしてまいりたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今回の選挙は湯崎さんと新人の高見さんの2人が立候補し、得票数は湯崎さんが647,315票、高見さんが71,353票でした。投票率は 31.09% で、4年前の選挙を 0.88 ポイント下回りました。私はやはり広島県の活力を生んでいく力を持っているのは県民の皆様、これは企業とか団体も含めてですけども皆様にあると思います。私も皆様の力が発揮できるように精一杯汗をかいて、走り回って頑張ってまいりたいと思いますので、広島に生まれ育ち住み働いてよかったと心から思える広島県づくりに皆で一緒に頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。南区西高神町の留学生会館で広島で学ぶ外国人留学生と地域住民が触れ合う留学生会館祭りが開かれました。祭りではワールドグルメ屋台と題し、中国の小籠包やミャンマーの伝統料理など9つの国と地域の料理が販売されました。ベトナム人留学生たちは民族衣装のアオザイを着て接客をしました。屋台では文房と呼ばれる米の麺を使った牛肉のスープを販売しました。ちょっと辛いけど美味しい。パコラっていう食べ物らしくてとても美味しいです。はい。こちらは留学生と対話ができるブースです。留学生は母国の歴史や有名な観光地などをパンフレットやスマートフォンを使って紹介しました。インドネシアの有名な観光地とかでね、食べ物とか、そして日本と違う文化とか習慣も紹介します。初めて聞くときびっくりすることが多いですね。だから例えばインドネシアの習慣とか日常の習慣とか、インドネシアにいる世界一大きいトカゲコモドドラゴンとかその話もしましたので、みんなはあれ知らないので本当にそのような動物いるって思わなかったという感想もありました。このほか特設ステージでは留学生によるファッションショーや踊りなどが披露されました。この留学生会館祭りは居住している留学生の活躍している姿を市民の方、地域の方に目の当たりにしていただいて、それぞれの国の文化や考えなどが身近に感じていただけることを願っております。そのことによって国際交流がより促進され、平和で豊かな世界を作るために役立つことを願っております。
南区の元宇品公園でクリーンキャンペーンが行われ、地域住民や地元企業の従業員たちおよそ80人が参加しました。元宇品公園は広島市の南端に位置する国立公園です。園内には船舶への道しるべとして宇品灯台が建てられています。クリーンキャンペーンは元宇品の環境美化を目的に行われ、元宇品町内会や地元のボランティアグループが主催し、今年で4回目を迎えます。綺麗で楽しくなれるような憩いの場にしていただきたいんですが、まあゴミが目立つと台無しになるからね、まあ努めてお家へ持って帰ってゴミの日に指定のものを出していただけるのが一番いいかな。参加者は4つのグループに分かれて山の中や道路沿いのゴミを拾い集めました。山の中にはペットボトルやビニール袋のほか、電気ヒーターなどの大型ゴミも投棄されていました。2時間の清掃活動で軽トラックおよそ10台分のゴミが集められました。いろいろビニールとかありましたね。 CD とかもありました。やっぱ多かったのはあのビニール袋、それからペットボトル、それからやっぱりカンカンですね。その他はまあどっか家の中のゴミを持ってこられたかなっていうようなものもありました。結構ですね、あの山の中にゴミが投げ捨てられているのが多くあったと思います。来られる方は皆さん、ゴミをですねきちんと持ち帰っていただいてですね、あの綺麗な元宇品の公園を維持していただければと思います。伝統行事イノコが88本もの竹を使った巨大装置で生まれ変わる大イノコ祭りが中区の袋町公園で行われました。広島など一部の地域に古くから伝わるイノコ、無病息災、商売繁盛を願って子どもたちが林歌を歌いながらイノコ石をついて地域を回る行事です。大イノコ祭りは市中心部の活性化を目的に2013年から行われているものです。会場では広島国際大学の学生が市内の和菓子店と協力して制作したイノシシ型のまんじゅうなどイノコにちなんだ商品が販売されました。年配の方々が過去こういうお祭りをしてたんだという話を、まあ、あの忘年会の場で話を伺ったんですね。でその時に、まあ、このお祭りを中心に何かできないだろうかと、たくさんの人が交流できるお祭りというコンテンツが地域を作っていくことにとても重要だなというふうに気づいたんですね。これは祭りのシンボルであるイスルギと呼ばれる大イノコの巨大装置です。演習場に並べられた長さ13メートルの竹88本と中央に置かれた 1.5 トンの大石をロープで結び、地域の子どもたちが引っ張ります。88本の竹の張力が伝わり、大石が宙に吊り上がります。この様子を真剣に見守るのは大イノコ装置を考えた石丸勝三さんです。だからみんなあのイノコは子供の時に経験してるわけよね。だけどそのイノコ自体がもう町単位でなくなってる。そしたらこれ見た時に若い人たちが、あ、イノコに似てるんじゃないかと。そしたらみんなできるじゃないかと。もし続くとしたらそれが一番嬉しいことですね。浮き上がった石をイノコ石に見立て、大イノコの始まりです。
威勢のいい林歌とともに 1.5 トンの大石を地面について福を願います。石を突くたびに起こる地響きと88本の竹が一斉にしなる様子は大迫力です。石が浮かんでよかった。子どもたちの力とその何一本一本の竹の力で石が上がっていくっていうのはすごい幻想的だなっていうふうに思いました。まあ素晴らしいです。すごく綺麗、伝統文化となんか現代的にもなってすごく綺麗になりました。アートになりました。また見たいです。日が暮れライトアップされた会場は幻想的な雰囲気に包まれました。この造形がまずとても美しいんですよね。その美しい造形が竹とロープと石というとてもシンプルなアナログなもので作られていて、その自然のバランスの中でこの美しさが成り立っているんです。地域の方々に楽しんでいただいて、まずこのお祭りをそのこの町の目玉として喜んでいただくというのが一番だと思うんです。その先には自然の循環があるということを意識して生きていくことというのを考えていけるようなイベントではなく、お祭りとしての企画として進めたいなと思っています。